今日も、久しぶりの銀座の店舗です。一人で入ります。銀座は雨。こちらはハリー・ウィンソンですね。うちの店舗はハリー・ウィンソンを曲がって2本目です。ハリー・ウィンソンですね、銀座ので、大塚家具の裏手になります。うちの店舗はここのカフェはちょっと変わったカフェですね。なんか女の子してるこのビル。上手上海。この下は1800円ぐらいかな。フカヒレのスープが美味しい。1800円ぐらいですね。ここは美味しいチョコの店ですね。で、うちはこちらの大塚家具さんの裏手の入り口のこちらです。ここがうちのお店になります。これ82年経ってます。奥のビル結構有名。一回アンティーク屋さんと、こういった、アンティークと画家さんとすごい有名なユニオンワークスさんが入ってます。靴屋の。うちは1階の真正面で。みんな飲むか。今日我的朋友介紹我們一起去圍城，但我老婆想我們出來做夜旅。香港のお客様とカツです。因為比壽呢，我哋少去。比壽就少去。原カツ。但銀座呢度咧，我哋間少嚟。香港のお客様と原カツ。今日の一本です。こちらがクラウンパントですね。フランスのヴィンテージです。クラウンパントヴィンテージです。昔からある形です。今の流行りの形。